村。その中に風もやばい。一応那覇一文字どうなった？撃沈。いやもう魚やない。魚。お腹グレが何センチだった？60あったんじゃない？50オーバー。一応崖ってたさもいたよな。後輩じゃない？その次の日行った時にまたかけたけど切られて、いや、で一応撃沈じゃないことを願って、最近よく撃沈だからや、足が足日々入ってるぞ日々なんでよ、また仕事中、安全第一だよ。一応自分ステッカーもやってます、よろしくお願いします。じゃあ激震じゃないことを願って頑張っていこう。魚いるから、うん、焼肉、焼肉、気持ち、気持ち10名でいこう。いくらあっても陣足らんの。じゃあやりますか。やろう。はい、じゃあ朝まで、ね、行こう。はい、1投目大事だよ。死に寒いな、今日最高気温が16、風もあって、さあ、1投目は入られた。出てきてるだろ。出てきてない。待ってみるか。あれれれれれれ、はいよ、あった、あった。最高や。あれ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 。あったよ。怖い。お、待てよ。着地。感想は？感想は？お友達。やっぱり着地だよ。でかいな。でかい。45ぐらい。50あるか？40ちょい？とりあえず今いる。やっぱりさっきから見えるの？これなんかか？ほら、ご飯食べる。終わり、俺は。頑張って。
違うよ。足痛い。俺はもうおるよ。じゃあと1匹釣ろうや。うん、じゃあ頑張って。お疲れ様です。なんで落ち込んでる？ベロ撃チェン。誰に負けた？勝負は誰に負けた？着地。着地に負けた。着地以外だったら山飛びか。山飛びだな。大きかったよ。死ぬわけ。30ちょっとあったな。荷物も求めたし、ここも得意の、得意のじゃない、恒例のじゃんけん、じゃんけんする。いるか。本当にする、うん、よいしょ、じゃんけんぽん。しゃー、はい、3連敗か。3連敗いいよ。お弁当食べたいか。アル弁当屋さんの美味しいか。じゃあ楽しかったですね。今日はこんな波じゃないですかね。風が強いな。次どこに行く。次は取材デート好き。ちょっと遊んできますか。真面目な。あ、これおるな。本当は取りたいな。こっちさすがに行けない。はい、今でも落ちるんだったら